大野山は、兵庫県河辺郡稲川町にある標高753.5メートルの山である。山頂部は、稲川町にあり、北雪山系、丹波高地に属する、ふるさと兵庫五十山の一つ。標高753.5メートルの大野山は、山頂からはほぼ360度の視界が見渡すことが可能で、北雪山系をはじめろ甲山。 篠の山や京都方面の丹波の山脈、遠くは瀬戸内海や大阪市街も望むことができる。山上には山東三角点が存在し、方囲板も設けられている。春には稲川町花の筒子やアジサイが山中に咲き、秋にはすすき、萩が咲き、紅葉の美しい光景も広がる。頂上付近まで車で登ることができ、駐車場も整っており手軽に山歩きが可能である。 敷地内には20種類以上の巨岩や、奇形岩があり、岩巡り、コースとして公開されている。山頂付近には、王のアルプスランドと呼ばれる自然体験施設があり、無料のキャンプ場が整備されている。また、稲川天文台やストロピアがあり、床に寝そべって干渉するプラネタリウムや直径50センチメートルの天体望遠鏡が設置されており、年間を通じて、 天体観測をすることができる。流星群の時期には観測者が多く来場する。見晴らしが良いため、星空の他にも行方が美しいことでも有名で、気温などのタイミングによっては、雲海も望める。1985年頃に街が開設。自由に出入りができ、テントを張ったり、バーベキューを楽しんだりと、町内外からの利用者で賑わってきたが、利用者像ともに、 ゴミの量が増え、キャンプ場や周辺に捨てる人が後を絶たず、芝生の上で火を直接燃やしたり、木の枝を勝手に切ったりとマナー違反が相次ぎ目立ったため、町として管理する地元の柏原生産森林組合との話し合いにより、やむなく2019年1月1日から、キャンプ場の一時閉鎖を決めた。ゴミの持ち帰りを周知しようと、町などは看板を立て、このままでは、 無料開放は限界などと訴えたが、なかなか効果は見られず。敷地には入れるもののテントや火を使うなどの行為は禁止されていた。2019年10月に観光協会主催で行政、住民共同で美化活動イベントを行い、2020年12月より現地での申し込み制にて試験的再開している。2019年4月、 プロポーズにふさわしいロマンチックなスポットとして、阪神地域で初めて恋人の聖地に選定される。モニュメントのデザインが公募され、地域活動団体稲川リンクによる住民ミーティングで考案したデザインが受賞。2020年11月に完成披露式典が行われた。指輪をかたどった2つの交差した輪の形でできているモニュメントツーリングスは、つながりや永遠を表し、 人と人の輪が重なった先に見えるものを大切にしたいという思いが込められている。ありがとうございます。